ではもうこれと、まあそう、本当プロクラブはおすすめ。そうそうそう。生地もいいね。だから俺もアマゾンで売ってたりするんだけど、大きいサイズは俺が全部買い占めたから。もう多分アマゾンにも 3L ぐらいまでしかないんじゃないかな。大きいサイズ俺が全部買い占めたんで、西松屋とかしか行ってない。いやもう西松屋とか島村とか GU とかで服買えるやつはもうそもそも別に困ってね。そんなやつふざけてる。そんなとこで買えるやつは困ってないよ。ふざけないでほしい。俺も買えることなら GU とか島村で買いたいわ。スーツとか喪服とかあるよ。なんだったらダイビングスーツもあるよ。西松屋はベビー用品。あれもしかしてボケに対してなんか分かんなくて、なんかすごいとんでもない空気になった？やっちゃった、もしかして俺。知識がなくて、ボケに対して。すまんな、せっかくボケ。だ、あれなんだよね、多分コメントしてくれた視聴者さんは、だからものすごい面白いコメントをボケをしたよっていうことだったんだよね。もう、このボケをちゃんと拾ってくれれば、もう、1が100にもなったし、1が1000にもなったっていうぐらいすごい面白いコメント。今の服屋の流れで、その、ね、おっきいサイズの服っていう流れで、その、ベビー用品の服が売ってるお店の名前を挙げて代表的な、俺これ、いや、それベビー用品やないかいっていう、その一つの、1が100にも1000にもなるようなボケをしてくれたのにもかかわらず、もう間違いない、すごい面白いコメントをしてくれたのに、それを理解できなかった俺が悪いってことだよね。逆ギレフルボッコ。